2019クリスマスっていう風に書いてあって、もうちょっとクリスマス過ぎてしまったんですけども、クリスマス前に本当はね手に入れてたから動画を撮りたいなと思ってたら、結局撮る時間がなくて今年末に撮っているっていう感じになっていますが、フチネコこちらのシリーズ、去年かな、2018年は確かハロウィンだったような気がするんですけど、4つね未開封を購入しましたので開けて見ていきたいと思います。クリスマスデザインということでとっても可愛くてね、本当にこれ毎年多分好評だから出てると思うんですけども、クリスマス来て次は何が来るのかなっていう、お花見の時期になんか桜と一緒の猫たちとかそういうのが来るんでしょうか。まあこの猫ちゃんたちはみんな黒猫というので統一されてまして、まあ体型がちょっと違ったりとかするぐらいなので、多分基本的に猫ちゃんとしては黒猫一種類っていう感じなんですけども、今回のねクリスマス版の猫ちゃんもとても可愛いです。1個目ですね、何が出るか楽しみです。せーの、じゃん、おお、可愛いベル、ベルと一緒の猫ちゃんですね。ちょっと正式名称がホームページかなんかには書いてあったような気がするんですが、ちょっとねちゃんと見れてなくてわからないんですが、多分ベルの猫とかそんな感じでしょうか。可愛いですね。いや、引っ掛けるところがここっていう感じで、これでいいか。割となんか引っ掛けるところの造形に関しては結構普通と言いますか、そんなに考えられている感じではないですね。とりあえず引っ掛かるようになってればいいやって感じがします。とっても可愛いですね。はい、2つ目いきましょう。あ、ここに切れ目がありましたね、気づかなかった。はい、2つ目は何でしょうか。せーの、じゃん、おっとトナカイの格好してる可愛い猫がね、トナカイのコスプレをしています。おお、溝がついてるのでここにこうはめる感じですね。こんな感じかな。おお、いい感じいい感じ。はい、では3つ目いきましょう。分かんないな、触った感じ一緒のような気もするし違うような気もする。よし、3つ目は、せーの、じゃん、おっと一緒だおお、猫ちゃんかぶりです。背中に乗せることはさすがに、あ、できたできた、いい感じじゃん本来の使い方とは違いますが、いい感じだと思いますこれ。おー、はい、ではラスト、いきます。せーの、じゃーん、何が出るかな。せーの、じゃじゃん、おっとあー、こういう結果か、2種類か。はい、4つで2種類です。ダブリ地獄なような感じがしますが、まあ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 いいでしょう。というのもですね、じゃん、こちらでコンプセットを買っていました、別で。ちょっと順番間違えちゃったんですよね。本当はコンプセット1個買えばいいやと思ってたんだけど、何を間違えたのかね、未開封の方にね、魅力を感じてしまってね、未開封を買った後に、あれ、そういえば未開封買った場合って、揃わなかったらどうしようって思ってしまって、コンプセットも買っとくかと思って、結局二重で買うことになってしまいました。まあそんなに、4種、こっちの4つ、未開封4つがそんなに高くなかったので、多分おそらくフルコンプセットだと思うんですけども、今ね、ちょっと気になる点があって、ここ、3不使用って書いてあるんだけど、これは、この素材、何この、フタルさんっていうのが6種類あるっていうことでいいんだよね。6種類のフィギュア、があるっていうことじゃないよね。6種類だった場合、これ5個しか入ってないからコンプできてないことになっちゃうんだけど、おそらく5種類だったはず。はい、ではまずはこちらですねうわー、かわいいね。これこの部分で挟むんでしょうが、ここね、ここ普通に下が平らになってるので普通に床に置くこともできるようになってますね。はい、であとは尻尾でもかけられるように、あ、尻尾でかけるのがちょっと難しそうだねこれ。ああ。ちょっとこれは難しいので、床に置かせてもらおうかな。かわいい。ここまでね、黒猫感をなくすようなデザインが来るとは思わなかったですね。次はこちら。はい、三つ目です。こういう風にもできる。あ、こうすればいいや。見て、かわいくないこれ。めっちゃかわいい。なんかみんなどっかで見てるみたい。おー、いい感じ、いい感じ。はい、では次はこちら。めっちゃちっちゃい。なにこれ。サンタさんの格好している猫ちゃんです。子供の猫ちゃんっていう設定なんだよね、きっと。だからこうものすごいちっちゃいです。でコップの縁につける感じだけど、おお、おお、なんというか不思議な感じ。なんかね、猫がぺったんこすぎてちょっと違和感ありますが、うん、これはこれでありでしょう。はい、ではこれ、こちらも香りです。3つ目。うん、これはね、こういう風にしか引っ掛けられないからね、なんか遊びようがないけど、はい、
こんな感じで金色の塗装でとっても豪華な感じですね。猫ちゃんたちがいっぱいいて、はい、では今回のラスト、こちら、リースにねぶら下がっている猫ちゃん、まあリースにこう掴んじゃってるって感じだけどね、飛び移ったっていう感じなんでしょうか。はい、裏側はこんな感じで、まさかのこう引っ掛けるところがこう普通に引っ掛けられるよっていう感じのね、こういう作りになってるとはちょっと思いませんでした。どうやって後ろが引っ掛かるのかなって楽しみにしてたんですけど、あ、こういう普通に、あ、こういう普通な感じかっていう。どれもね、そんなに外れ感はないな。うん、唯一の外れ感といえばどれだろうね。自分的にはなんかサンタさんの格好してる子かな。この子はなんかちょっとね、やっぱちっちゃいからかね、ちょっとしょぼく見えちゃうんだよね。全然近くで見たらクオリティはとってもいいし、いいんだけど、なんだろうな、体勢が好きじゃないのかな。なんかね、すごい違和感のある体勢だよね。あとね、ちょっと無理やり感になった雪だるまもそんなに好きではないデザインかな。うん、これはもう何でもありな感じになってしまうような気がして、ちょっとね、雪だるまでやるのであれば、もうちょい何かデザイン的には工夫が欲しかったなっていう、ちょっと贅沢な感想を言っていますが、まあ可愛いからありでしょうか。うん、このシルエットが可愛いのに顔がちょっと怖いという黒猫だからか、そこがねまたギャップで面白いのかもしれません。はい、いやー、なんか自分的にはね、一番期待していたリース、こちらはねもう迫力もあるし大きさも十分だしとっても満足です。これはねもう一個か二個ね欲しかったなっていう感じはありますが、うん、また手に入る機会があればゲットしたいと思います。はい、ということで、ね、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。